にちは。今日はですね、チャチャチャのニューヨークについて、ちょっとね、まとめさせていただきたいと思います。今までね、だいぶ前ですけども、動画を2本ぐらい上げてるんですけれども、これをまとめる形ということですね。チャチャチャのニューヨークでね、もう一つだけね、お願いしたいことは、足を2回、2度使いしてほしいということなんですね。最低でも2度使いね。とにかく2度使い、ツーブッ、ね、左足が出て、ルンバだったらツースリーでこれで終わりなんですけど、チャチャの場合はツーブッと次の右足をこう置き直してほしいんです。ほんでスリーと、ね、言ってほしいということで、足を2度使いしてほしいということです。逆にルンバで2度使いしないでくださいね。ルンバツースリーとこうボディアクションブズーッとこうね、ヒップがこう動くようにこう見せてほしいんで、切らないということで、チャチャの場合は確実に二度使い、ツー、これをベースにしてやってほしいということです。これを一番お願いしたいですね。頭がまっすぐとかね、こんなんはルンバもチャチャも一緒ですから、こんなんダメですからね。それは一緒です。床に対して頭が整っている、ね、垂直にあると、これ一緒です。で、この後ね、動画を2本上げます。つないでおきます。もうすでに今まで上がったやつをちょっとこうポイントだけね、つないでおきますけれども。1本目はね、アームワークね。この、内からこう使う、このアームワークを言ってるんです。ラテンのアームワークを使って、チャチャチャの形を作ると。それを言ってます。これは一般的なね、チャチャの形に近いということで。2本目の方はね、これはね、もうチャチャっていうのは足技なんで、普段から足首、ね、膝、股関節とか、このあたりのね、をしっかりと手入れしといて、こう足がこう動いてこう見えるようにね、こういうスタイルじゃなくて、フリーにね、足がこう動いて見えるような形でチャチャが踊れるようなことを考えて、やりませんかということが2本目です。はい、これをちょっとつなぎましたんで、またね、いいと思ったらやっていただきたいと思います。とにかく足2度使いしてください。これをベースに、やっていただければと思います。それでは あとまた動画、時間あったら見てください。よろしくお願いします。じゃあ左手ラテンのアームワーク高くこう立ってこうなってます。次、内側からこうね、ラテンのアームワーク低くなるときにこうアームワークにこう変えますね。こう男性の右手つないでます。ここで内側からこう回すようにして足をステップして、そして、今手内側向いてますが、ここで左足を置き直したときに手のひらを下へ向けます。この状態をイメージしてください。はい、ね、内回しから手のひら下、いいですか。ここから内回しから手のひら下、足は自分で置きやすいところに置いてくれたらいいです。ここでもいい、ここでもいい、もうそのポンポンとなればいいですから、タンタン、チャチャチャ、足技なんでね、パンパンでもいいですしね、パンパンパンでもいいですけど、パンパンね、一応シンプルに今日は1回でお願いします。はい、もう一回やりますと、内回しをしながらここへ入っていく。そして次は今度は、こっちですね、とてこう水をかくような感じで後ろへ取っていく。こんだけです。ここまで行ったらもうチャチャチャで、今度こっち側同じですよ、チャチャチャ、こうなりますね。右回転、左回転とか、そのタグについてはもうこの動画では申し上げませんよ。もうとっくに、他の動画で言ってますんでね。今日はアームだけですから、アームをしっかり覚えてください。ここから内回しね、内回しをしながらここまで持ってきて、そして右足をポイントするときに作り直して、ここから下に向けてください。はい、肩柔らかい人は思いっきりやってくださいね。はい、でもあんまり別に肩し肩柔らかいねんって見せる必要はないですよ。だからあまりね、頑張りすぎないことです。そんなことよりも音楽にちゃんと乗ってですね、こうやっていただければ一番いいんで、チャチャチャーツブーともね、やりました。そして手のひら入れ替えてスリー動きて、チャチャチャーね、玉のように外から振り回す方が
気持ちよく入れるんで、例えば普通のニューヨークでもこう入って、こっからこう入っていく方が足的には気持ちいいですね。こっちから回すような感じで、今日はですね、回してこっち回してきて、右足をくるぶし膝を一回中へ回してください。それが済んだら、つなげて左足を中へ、もう一回いきますと、右左、ね、右左、そしてそれ済んだら腰を後ろから前へ、後ろから前へ、これを一回ずつ、右左腰前へ、これでチャチャチャ。それでここのポイントはですね、何を足技でやってもいいんですけど、頭が絶対に床に対して、平行にずっと進んでいく、動かない、ね、頭が静かに、それがポイントです。チャチャチャのチャチャチャのポイントは全体的にそうですけど、まあ、他の種目もそうなんですけど、でも頭が静かに、そこが大事です。ですからニューヨークなんかはここに頭がずっとある状態で、練習してください。1、右が1回、そして左が1回、そして腰が1回、ずっとピーチャチャチャ、カウントでいくと2、3で、右左、3で腰が1回、これぐらいですかね。チャチャチャ、そうですね、こういうふうに、やってみてください。手は自分で、一番バランスが取れやすいところに、置いていただいてもいいし、慣れてきたら別に、どう使っていただいてもいい、後ろに置いておいていただいてもいいですし、こうやってね、これはもう好きな